今日はね、中華ゲーム機のレトロゲームコンソールの紹介になります。このね、黒いかっこいい箱なんですけども、上部にね、なんかゲーム機のイラストが書いてありますけど、なんかどっかで見たことあるような感じがしますが、そうなんですね、任天堂のあるゲーム機にそっくりなんですね。これ何かと言いますと、ゲームボーイアドバンスにそっくりなゲーム機なんです。液晶にはね、ちゃんと保護フィルムも貼ってありますね。でこちらなんですけども、付属品はテレビにね、接続するためのケーブル、そしてね、 USB の充電ケーブル、そして中国語のマニュアルが付属しています。一応ね、英語でも表記してありますね。でこれなんですけどね、非常に持った感じ軽いんですね。でこれなぜかというと、あの小型のね、リチウムイオンバッテリーを搭載しているので、まあ、乾電池のね、重量がない分、その分非常に軽く出来上がっています。で上部なんですけども、白色の点、実はこれがね、リセットボタンになります。あのゲームをね、切り替える時にこのリセットをね、知らずにね、電源のオンオフをしてね、ゲームを切り替えてたんですけど、白色のね、点がリセットで、中央のね、丸い穴が、テレビ出力用のね、ケーブル、そして隣が USB のね、ミニタイプ B という一昔前の USB ケーブルになります。充電中はね、赤いランプが点灯します。で下面はね、左がパワースイッチで、右がボリュームで、起動すると必ずね、この中国語か英語かのね、選択が表示されます。これはね、一度選択してもね、記憶することなくてね、電源を入れるたびにこの英語にしますか、中国語にしますかというね、表示が表示されます。で選択し終わると、このね、1本から400本のゲームの、ね、選択画面が表示されます。はい、日本のね、有名ゲームがね、ずらりと入っています。で今度ね、本物のゲームボーイアドバンスとね、比べてみました。もう大きさ、形、もう全くそっくりですよね。まあ、ちょっとね、色合いがまあ違うんですけども、まあプレイしてるとね、ほとんど気になりません。ね、両方ね、スーパーマリオね、ブラザーズをね、表示してるんですけども、もう全くそっくりですよね。画面の大きさもね、同じ3インチということで、もうサイズ的にもね、非常に似ています。ただね、この中華ゲーム機の方はね、ちょっといろんな設定ができないんですね。まあ、明るさ調整だったり、まあ、色合いの調節というのはちょっと残念ながらできません。もう見れば見るほどね、まあ、そっくりなんですけどもね、まあ、ボタンもね、非常にまあしっかりしていて、まあ、ふにゃふにゃしているというよりは、もう非常にがっつりしているという感じがします。ちょっとね、ボタン、あのゴムの弾力が非常に強くて、もうちょっとへたってくると、まあ、実機に強いかなという感じがします。もうなんか形状はもう意図的にこうそっくりにしてあるという感じがします。もうね、知らない人にパッと見せたら、もうおそらく10人中10人が、あ、アドバンスだねっていうふうにね、言うと思いますけども、もうね、この実機の、あのアドバンスと比べても全くもうデザイン変わりません。それではね、ちょっとゲームをしてみたいと思います。もう操作は同じ、セレクトスタート、そして十字キーとね、 AB ボタンで操作します。はい、ちょっとね、十字キーがね、ちょっと実機よりもね、ずいぶん固めなんですけどもね、まあ押しごたえがあると言ってしまえばな、そういう感じなんですけども、もうプレイ中もね、あの実機と全く変わらずね、操作できます。でね、このゲーム機ね、音が非常に大きいんですよね。まあボリュームコントロールでね、まあ、小さくできるんですけども、あの非常にね、騒音が大きいところでもね、ボリュームを大きくすれば、まあ、ゲームの音もね、しっかり聞くことができます。
マリオゲームはね、まあ、これ以外にもいろんな種類のねマリオゲーム、まあ、ハックゲームであったり、ね、たくさんのまあゲームが入っているんですけども、このゲームをね起動すると、まあ、1本から400本のね、まあ、ゲームを選択できるんですけども、まあ、日本のね、まあ、有名ゲームがずらりと揃っているんですけど、今度ねスターソルジャー、こちらをね実機と比べてみたいと思います。アドバンスのねスターソルジャーをね起動してみたいと思います。やはりねちょっとねあのカラー色のねちょっとあの具合がちょっと違うんですけども、あの見た目はね、まあ、ゲーム内容とはねほとんど変わりませんね。はい、ちょっとね色合いがちょっと違うんですけどもね、まああの非常にどちらもそっくりですよね。まあ、メニューもちょっと違うかな、まあ、ちょっと違いますけども、左がね実機のアドバンス、そして右がね中華ゲーム機のそっくりゲーム機になりますね。ただね実機の方はね乾電池を4本入れるとかなりずしっとくるんですけど、この中華ゲーム機はね非常に軽いので、まあ、持っていてもね疲れないですね。ちょっとねゲームをずらっと今ね見ていっているんですけども、まあ、400とね書いてあるんですけども、実はね、まあ、ちょっとダブっているものもありまして、まあ、公式サイトではね、実際の本数は、まあ、310本ですよというふうに、表記されていました。まあ、日本のゲーム、あと海外ゲーム、ハックゲームとあるんですけども、まあ、日本のゲームがね、まあ、大半を占めているというような感じがしました。400までいくとまたね1にね戻りますね、このリストの方は。でこのリストはね400いくとまた1に戻ってしまいます。次はねちょっとマリオ14というゲームを起動してみたいと思いますが、これはハックゲームですかね。ちょっとねあまり見たことないんですけど、日本語でね助けてと書いてありますけども、こちらをちょっとねプレイしてみたいと思います。横スクロールのアクションゲームということなんですけども、一応ね主人公が剣を持ったマリオになっていますね。
で、ダメージ制でね、まあ、10回ぐらいダメージを受けるとね、まあ、ゲームオーバーになるという風になっています。キノコはねちょっと出てこないんですけども、鍵のついた扉っていうんですかね、入り口があるんですけど、ちょっとね鍵がどこにあるかわからないんですよね。上の方にね鍵が見えましたが、この鍵のね取り方がちょっとわからなかったんですね。左の方にね鍵があるんですけども、このジャンプ台でね横に飛べないんですよね。真上にしか飛べなくて、このね鍵を取ることができなくて、結局ちょっとやめちゃったんですけども、どっかに隠しブロックがあったのかもしれませんね。はい、次はテレビにね接続してみたいと思います。まあ、HDMI じゃなくてね、まあ、アナログテレビにね、まあ、接続できるということで、ね、早速ちょっとテレビにつないでみたいと思います。まあ、非常にね色鮮やかに、まあ、表示されてね、まあ、大型テレビなんか持ってたら、まあ、あの携帯じゃなくてね大きなモニターでねできるということで、まあ、非常に、まあ、最近の中華ではね、このテレビ接続がね一般的になっていますけども、このねそっくりアドバンスゲーム機でもねテレビに接続することができます。もうねこうなるともうファミコンとも何ら変わりないですね。でこのベースボールなんですけど、チーム名が T とか G とかね、これ日本語版ですよね。やっぱりタイガース、ジャイアンツ、まあ、スワローズといったね表示がありましたので、まあ、このベースボールはね、まあ、日本語版ということが言えると思います。次はねちょっとマリオをプレイしてみたいと思います。まあ、非常にね、なかなかいい出来なんですけども、このねテレビに接続している間はゲーム機のねモニターにはね、画像は表示されません。でこのねテレビ接続を切るとまたね、小型の液晶にモニター映像がね表示されるようになります。ということでね、テレビに接続してね、ちょっとプレイをしてみました。まあ、こういった感じでね、まあ、非常に、まあ、携帯で遊ぶこともでき、テレビに接続することもできるわけなんですけども、まあ、最後にね、このスパイダーマン、ね、プレステ5でね、有名ですけども、こちらのね、ファミコン版をプレイしてみたいと思います。ちょっとね、初見なんで、まあ、操作方法がね、全く分かっていないんですけどもね、ちょっとねアクションゲームが苦手なんで、ちょっとねなかなかうまくいかないんですけども、これねどうやって進んでいけばいいのかねちょっと分からないんですけどね。ちょっとね初見で今一つねプレイ方法分からないんですけども、先に行くにはなんか雲の糸が出ましたね。なんかこれをうまく操作してブランコのように飛び越えていくのかもしれませんが、すいません、ちょっとアクションゲーム超下手くそで全くちょっとね雲の糸の出し方が今一つ分かってません。雲の糸はちょっと今出ましたけど、これを多分ブランコ代わりにしてビヨンとクリアするんだと思うんですけども、ちょっとね、はい、このね雲の糸のね使い方が今一つ分かりません。もうちょっとやめちゃいました。ということでね、まあ、このゲーム機なんですけども、このアドバンス風のゲーム機って、あの今あのラズパイをね搭載したものも実はあるんですね。だけどこのねラズパイを
搭載したものだと、まあ、いろんなゲームシステムがね、遊べるわけなんですけど、値段がもう27,000円とかね、28,000円とか、まあ、非常に高額なんですね。まあ、ところがね、まあ、このゲームだったらね、ファミコンオンリーなんですけどもね、簡単に気軽にね、まあ、400本近いゲームが遊べるということで、なんとね、値段がわずか1,300円。まあ、ちょっとね、送料はね、別途なんですけども、わずかね、1,000円少々で、まあ、これが遊べるんだったら、まあ、非常になんかね、まあ、気軽にちょっとプレイするのにはね、非常に向いているのかなというふうに思います。なかなかね、液晶も大きいですし、基本的に任天堂のね、小型ゲーム機ね、このアドバンスが一番ね、操作しやすいと思うんですね。ということで、まあ、このね、今日はこの、アドバンス風そっくりゲーム機のね、紹介をやってみました。ということでね、今日の動画はこれで終了になります。